皆さんこんにちは。今日はですね、おすすめの犬用のペット、まあ猫も使えるんですけど、ここホームページがおすすめです。URL 貼っときますので、ぜひ見てください。こんな感じ。開けたらこんな感じでした。ケン君も興味があるみたいですね。これをちょっとレビューしていきたいと思います。色はこんな感じで何種類かあります。その中からサイズを自分で選ぶだけ。開けてみてまず思ったことは、めちゃくちゃ質がいい。これめちゃくちゃ気持ちいいです。ケン君もこんな感じでずっと座ってました。これが今からケン君のベッドになる予定です。めちゃくちゃ気持ちいいんですよ、このふわふわ感。自分のホームから見れますので、ぜひ見に来てください。皆さんは愛犬にどんなベッドを用意してあげていますか？犬にちゃんとベッドを与えていますか？こんな感じで柴犬のケン君もこのベッドがお気に入りみたいです。ぜひ皆さんも使ってみてください。やっぱりこれがめちゃくちゃ好きみたいです。ここから離れません。よかったね、ケン君。今日から柴犬のケン君のお家はこれ、寝室にこれを置きたいと思います。ケン君も気に入ってくれてるはずなんだけど、うわでもめっちゃ気持ちよさそう。今日から爆睡確定です。はい、いかがだったでしょうか。今日はこのクッションを紹介しましたけど、皆さんも一度見に来てください。これめちゃくちゃおすすめです。でもペット持ってない人絶対これを買ってくださいね。お願いします。こんな風にケン君も離れない、ここから離れない、頭を突っ込んで離れない。お、いいね、ケン君はい、さて愛犬との時間を唯一に過ごす僕でした。はい、ありがとうございました。またチャンネル登録などして柴犬のケン君を応援してくださいね。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。おざりは、おざりは、おざり。